皆さんこんにちは、キズナあかりです。季節の経つのは早いもので、もう6月になっちゃいますね。6月はまた忙しいので動画投稿が遅くなっていきます。いつも遅いんですけど、さらに遅くなると思います。遅くはなりますけど、少しずつ投稿していきますので温かく見守っていてください。今回のバトルフィールド5はマップ、ソロモンアイランズでやっていきます。さて、今回のソロモン諸島はどんな戦いになっていくのか。基本動画の長さは5分以内を目処にしています。長さ的には短いかもしれませんが、ご了承ください。使う兵器はいつもの衛星兵になります。武器は桜スキンの100式ですね。ではコンクエストの方を見ていきましょう。ちょうど倒れて珍しく戦車で出てますね。どこに向かってるのかな。このコースはキットベーカーですね。おっと、そのまま進んだら、せっかく支給された新品の戦車も戦場に着く前に回避するなんて、まんまと敵の策略に引っかかってしまったわ。その後降りずにベーカーで空いた戦車を奪い、現在チャーリーに2回逃走中でございます。乗り慣れていない戦車でどれだけ援護できるか疑問ではありますが、やっていきます。とりあえずチャーリーには適当に撃ってるだけでもそれなりの効果は得られるはずです。なんてったってみんな大好きチャーリーですもん。怖いので一旦少し下がって気持ちを落ち着かせます。あ、前からヒダルマ敵戦車さんが。これは私でもやれるチャンス到来。幸いこちらには気づいてなかったので、美味しいところ取りでした。敵戦車を削ってくれていた味方さんたちに感謝です。そしてもらっちゃってごめんなさい。ちまちまとチャーリー攻略を思考でサポートするので横取り許してください。謝罪の意味も込めてそろそろチャーリーに入っていきますか。めちゃくちゃに怖いけど、なぜかってチャーリーに入っている味方さんがめちゃ少ないのですよ。味方さんが集まってくれるのを祈りつつ、明かり錯乱砲発射ですよ。よくよく見てみるとめちゃくちゃなところとかに撃ってました。後から見て初めて気づくめちゃくちゃぶりです。ラブよく味方さんに10本枕が刺さるところでした。敵さんの戦車攻略部隊に到着した模様です。私の戦車があっけなく溶かされてしまいました。味方さんからリスして再度チャーリー攻略です。小屋の中から撃ってくるいやらしい人がいます。ここは一旦下がるしかないな。とりあえず回復とリロードを済ませて1呼吸を見たらそっと出てみましょうか。今です、突撃という夢を見ながらいつの間にかイージーまで来ていた。ここの敵さんの量がエムい感じになってますと言ってる間に大量の敵さんに見つかってしまいました。ドブネの軍刀はエムすぎます。仕方ないのでまたチャーリー近辺まで戻ってきました。目の前を敵さんが走り抜けていったので追いかけてみます。覗いたその先には分身した敵さんが待ち構えてました。とりあえず一人倒して逃げますよ。洞窟で回復して残りのお一人を倒しに行きます。すでに回り込まれていた。久しぶりにベーカーまでやってきましたね。しかしもうチケットも残り少ないです。はい、これもいつもの倒れて試合終了です。試合は無事に勝つことができました。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。